今年から役場新庁舎建設が始まります。実施計画も完了し、4月17日住民ワークショップで計画が報告されました。約4年余りをかけまして、ここまでたどり着いたということになっております。本日はその内容について説明をしていただくということになります。それから2番目に、その木材の利活用ということで、地場産材の木材をどのように使ったかという。設計者である青島氏は、これまでに手掛けた設計より、より多くの木を使うこと、共同のまちづくりの提案など、多くの提案を行っていました。まだまだこれからでありますけれども、町としても 3.11、あの時に感じたあの揺れ、本当に潰れるのかなと、構想を思いながら、そしてまた一方では財政の状況も見ながら、庁舎をどうしよう、防災の拠点をどうしようというようなことを慎重に検討してまいってきたところであります。そうした中にありまして、皆さん方からいろいろなご意見をいただき、場所を決めていただいて、そして、いろんな先ほど申し上げましたお付き合いにも基づいて、そして皆さん方にご検討いただいたということであります。今日その見学の荒ましを、また現状を説明いただくわけでありますけれども、実際の建設はこれからでありまして、町といたしましても、本当に地元の気持ちを一つにした、そして、力を総結集した、そういう庁舎にしたいと思います。そうした中で、建物は作ってもやっぱり、そこに大事なのは、その働く人が気持ちを一つにして、この南会津町を盛り上げていく、そういうことが大事でありますし、町民の信頼のある役場の行政にしていかなければならないと思っています。そういうことを融和した庁舎、人と建物、自然が融和した、調和した庁舎にしてまいりたいと考えておりますので、これからまだまだ皆さん方にいろいろな多くのご意見をいただくことになろうと思いますけれども、ぜひ皆さん方に、ご多忙のところではあると思いますが、これまで同様のいろいろなご意見を賜って、そして本当に南会津町が一つになった庁舎にしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日はこれから青島さんに説明いただきますけれども、また皆さん方からいろいろご意見いただき、そして素晴らしい庁舎に進み出したいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。人事堂がありまして、ワークショップの準局でありました建設課長が今回変わりましたので、ご紹介させていただきます。この4月から建設課長になりました阿久津弘則でございます。建設課長の阿久津です。よろしくお願いいたします。本来ですとワークショップの委員長であります海田義郎さんがここでご挨拶ということだったんですが、一身上の都合で今日はお休みされておりますので、挨拶もちょっと省略させていただきますが、私の方からこれまでの経過かいつまんで、おさらいも含めて、ご報告をした後に説明の方に入りたいと思います。今回の新庁舎建設のスタートは平成22年に町で建設基金の積み立てを開始したというところからスタートいたします。建設基金の積み立てが開始された後、新庁舎建設検討委員会というものが設置されました。さらには町内の全域においてタウンミーティングを開催いたしまして、住民の方々から意見を伺っております。その後平成25年にはですね、新庁舎建設計画策定委員会というものを住民の皆様、議会の代表の方、さらには町の職員等で構成いたしまして、委員会を設置いたしまして、建設の基本計画というものを約1年かけて策定をしております。その結果、平成25年の12月に計画がまとまりまして、議会へ報告して議会の議決を得たということになっております。その基本計画の内容でございますが、それは先ほど今ほど町長が申し上げました6つのコンセプト、こちらを基本計画の中に盛り込んでおります。その基本計画も議決もですね、住民ワークショップということで、今日おいでの方々の中にワークショップの方いらっしゃいますが、さらには役場職員の中でも詳細な設計についての意見出しということで、約4年余りをかけましてここまでたどり着いたということになっております。
本日はその内容について、説明をしていただくということになります。先ほど言いましたように約1時間程度かなと思っています。質問最後に質問等を決めまして、そのような時間で考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは青島有機設計室の青島さんの方に、マイクを渡しますので、よろしくお願いします。ご無沙汰して、おりましたが、3月末に予定通り図面を完成いたしまして、ただいま確認申請の手続きを進めているというような段階でございます。ということで、今日は実施設計の内容の報告会ということで進めさせていただきたいと思っております。今日の配布資料にもありますように、テーマは3つございまして、まずは実施設計案についてどうまとめたかをご紹介したいと思います。これまであまり、平面図は割とお見せしてたと思うんですが、外観とか内観の具体的なイメージはあまり出してこなかったと思いますが、多少その今日は、このパースも含めてですね、CG のイメージがございますので、配布資料にはつけてないんですけれども、画面で映しながらどんなイメージかちょっと頭の中で入れていただくというようなことで、お見せしたいと思っております。それから2番目に、その木材の利活用ということで、地場産材の木材をどのように使ったかという、多少詳細にどの程度どういう量でどんなふうに使うのかというのをご説明させていただきたいと思っています。で、今回はこの規模ですと普通は内装制限というのが法的にかかりましてですね、木材が内装になかなか実際は使えないんですけれども、避難安全検証法というちょっと特殊な確認申請の手続きの手法を用いまして、天然の木というか、そのまま不燃加工しないでも使えるような設計内容にしておりますので、そういう手法を用いながら、ちょっとこれまでにないくらい木をふんだんに使った内装を考えております。その説明を2番目にご説明させていただきたいと思います。それから3番目に、共同のまちづくりについてということでですね、共同のまちづくりというのは最初からこの調査の一番のテーマでございました。設計内容にも平面の中に共同の場というようなスペースをいくつか用意をしております。で、スペースはできて、じゃあ実際にどんな活動をそこでどうやってやっていくのか、行政側の対応の窓口の体制とかも含めましてですね、住民側、町民側でどういうグループで、どういう団体で、どういう NPO で、どんな活動をしてそこで何をやって、共同の自治という街づくりの体制を生み出していくのかという、人材育成も含めた、これから建設に2年近くかかってまいりますから、その間にそういう、どうやってこの庁舎を使いこなしていくかというようなことを考えていくワークショップも引き続いて行われてくることかと思っておりますので、そういうことも含めた議論を少しさせていただきたいと思っています。で、参考に2つくらい先進事例を今日はご紹介するというようなことで考えております。というような内容で進めさせていただきたいと思います。で、まずスライドを使いまして、担当の方から、実施設計内容の説明をさせていただきたいと思います。 Thank you.